はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画では丁寧な暮らしをされているミニマリストさんのおすすめ習慣についてお話を伺っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、ナッティと申します。普段はカフェ店員と YouTube でも発信しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということでナッティさんとは4ヶ月ぶりでございまして、はい、お久しぶりでございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今、ね、撮影しているのが1月中旬なんですけども、はい、ナッティさんとは本当にもうコラボ動画10本ぐらい多分撮っておりまして、ね、はい、ルームツアーから、まあ、いろんな動画すごいご好評でして、またはるばる東京から来ました。ありがとうございます、はい、本当に、はい、で今日はですね、丁寧な暮らしをされているミニマリストさんのおすすめ習慣として、まあ、いろいろちょっとお話を伺い、で動画の後編ではですね、まあ、いろんな角度から、まあ、そのナッティさんの生活を深掘りしていけたらなというふうに思います。で、まあ、本当に今日からできるような習慣になっておりますので、ぜひ共感した部分があれば、皆さんもちょっと今日から取り入れてほしいなと思います。はい、では早速前編ですね、ナッティさんがやってよかった習慣、はい、視聴者にもおすすめしたい習慣を7つあるそうなので、はい、一個ずつご紹介していただけたらと思います。はい、はい、それでは1つ目ですね、はい、うん、もうこれは全てに含まれることだと思うんですけど、はい、感謝することですね。なるほど、はい、もうナッティさんらしいの2つ目から、そうですね、はい、もうこの状況環境に全てをこう感謝することで、はい、一つ一つの事柄っていうのは充実されると思いますので。なるほどなるほど、まあ、ちょっと例を挙げたんですけども、はい、まあ、朝起きて、うんうん、まあ、日の出、この綺麗な日の出に感謝するであったり、うん、で家族とのコミュニケーションですよね、うんうん、はい、で明日を迎えられる喜びであったりだとか、うんうん、そういう、まあ、小さい幸せについて感謝していくと、うんうん、そんなにこうもっともっとっていうのは抑えられるのじゃないかなって、うん、なるほどなるほどっていうことですね、はいはい、ちなみにその最初その感謝しようと思えたきっかけというか、はい、なんかね、昔はそれこそ外資系とかでしたっけ。あ、そうですね、はい、はい、まあ、仕事をされてた時とかはそんな感謝感謝っていう感じではなく、はい、もう全くなかったですねもう、はい、なんかひたすら働き続けてっていうような、はい、ゆっくりこう考えることもなかったですし、全てが当たり前っていう風に感じて生きてましたんで、うん、なるほどなるほど、やっぱ虚しいそう、なんかやっぱ、まあ、少なからずね、男性だったら、まあ、仕事のモードというか、まあ、期間っていうのはあるとは思うんですけど、はい、なんか今と全然違うじゃないですか、その昔と。違いますね、はい、何が一番のきっかけだったんですか、その感謝しようと思えた。やっぱり家族とのコミュニケーションがおろそかになっていたであったり、うんうんうん、友人関係ですね、はいはいはい、そういうところは全てストップしていたので。あ、なるほど。学生時代ってどこで楽しかったのかなってこう思い返した時に、うん、学生時代って幸せについて考えたことなかったんですよ。おう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 。でも幸せだったんだろうなっていう熱中したりだとか、人のためにだとか無意識にやっていたことが、それがなぜか社会人になってできなくなって、ふと立ち止まった時に幸せって何なんだろうみたいなので、幸せについて考えてる瞬間っていうのが、あ、自分今幸せになってないんだな、渇望しているんだなっていうのはすごい感じました。なるほど、っていうところですね、はい、一個幸せについて考えてみたところからきっかけが、はい、そうですね、そっからでしたね。なるほど。で、ちょっと気になるのは、その綺麗な日の出を見た時に感謝するっていうのは、はい、なんかどんな感じで感謝するのかっていうのはあるんですか？こう見た時って日の出ってなんかすごい感動するじゃないですか。感動しますね、はい。で、なかなかじっくり見る機会っていうのが、今までもうほぼ30年間なかったんですけど、うん、はいはい、こう迎えられない方も実際いるわけじゃないですか。確かに確かに。ということで、ゆっくりこういう風に見れるだけでもありがたいことなのかなっていうのを、うん、はいはい、それをこう感謝するっていうことで、うん、ありがとうございますっていう、うん、まあ、シンプルな気持ちですけども、はいはい、表すだけで、うん、もう一日がいいスタート切れるっていう感覚ですね。っていうところですね、はい、本当に一日いいスタート切れるように、はい、日の出に感謝すると日の出に感謝するっていうところですね。あと、まあ、家族とかご友人の、まあ、その感謝っていうのは、まあ、ちゃんと言葉に出してというか、そうですね、はい、はい、もう基本的に言葉に出すのも恥ずかしいところっていっぱいあると思うんですけど、うんうん、例えば今週1回あの実家に帰ってご飯食べるっていう習慣をつけてるんですけど、ただそこで、まあ、ありがとうとは言うんですけど、うん、ご飯出してくれてありがとう、はいはい、けどこのなんて言うんですか、テンション上がってのありがとうって恥ずかしい感じがあるじゃないですか。身内だったそうですね。で帰ってからメールか LINE で、うん、あの今日もこれ美味しかったです、ありがとうございますっていうような、こう直接言えないようなことを、はいはい、
メールで送ったりします。なるほどなるほど、はい、一応直接言うけど、まあ後でまた改めてメールというか、はい、そうですね、はい、文面でもちゃんと伝えると、やってるって感じです。おいいですね、ありがとうございます、はい、で実際感謝するようになってから、はい、なんか起こった良かったことだったりとか、なんか変化とかあったりとかしましたか？そうですね、もうもちろんのこと周りの方からも感謝されることっていうのが増えたように思えますね。なるほどなるほど。で口癖がすみませんっていう方って多いじゃないですか、はいはい、そうですね、そういう方がありがとうございますに変わっていってるっていうのは実感したりしてますね。あ、なるほど、はい、もう自分だけじゃなくて周りの方々も、はい、まあ、そういう口癖というか言葉遣いというか、そうですね、そういう風になっているのかなっていうのは肌では感じてます、うん、なるほど。じゃあ自分自身もしっかり、はい、もう周りも含めてやっぱ感謝で溢れて、なんかちょっと、ね、あ、そうですね、お互いなんか幸せになるイメージ。そうですね、もう環境が大事だなっていうのはそこですごい感じました。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いて2つ目のナッティさんがやってよかった習慣をお願いします、はい、十分な睡眠ですね、はい、なるほど、これを取るようにしてると、はい、はい、してます。ざっくりどれぐらい、ね、寝てるんですか？だいたい 7,8 時間はしっかりと眠るようにはしてます、ね、はい、なんかきっかけとか理由とかはあるんですか？やっぱり調べていくと、はい、この体の不調の原因は睡眠であったりだとかありましたので、うんうん、なるほど。フルタイムで働いてる時は朝早起きではあったんですけど、うん、ただ5、6時間であったりだとか、うん、このショートスリーパーなのかなって勝手に考えたりもしてたんですけど、はいはい、やっぱり持続性がなかったりしていたので、うん、自分はしっかり寝ないといけないんだなっていうのはすごい感じました、うん、それこそ昔は短眠だったりとかしたんですか？あの極度な短眠ではないんですけど、はいはい、もう5、6時間ですね。それでもいけてるような感覚ではありました、うん、それはバリバリ働かれてる時？あ、そうです、バリバリ働いてる時です。で、まあそれこそちょっと労働時間減らしたりとか、そのセミリタイアきっかけに、はい、まあ、睡眠時間ちょっと確保しようかなみたいな。あ、そうですね、もうこれはもうしっかりと自分の営業時間みたいなのを決めておいて、もうここは睡眠やってる。なるほどなるほど、もう本当丁寧な暮らしには必須かもしれないですね、この十分な睡眠っていうのは。はい、ちなみに何時に寝て何時に起きるんですか？基本的にもう10時9時ぐらいには寝て、ね、そうですね、早ければもう5時6時に起きて、最近かなり寒くなってるので、はい、休みの日はなかなか起きれなかったりっていうのが続いてるんですけど、なるほど、もうそういう時はもう10時間とか寝ちゃうので、ちょっと気をつけながら調整はしてるんですけど、はい、まあ、冬は仕方がないですよね。すごい全然違いますね、はい、うん、違います、はい、なんか明るい、その夏とか暖かい季節は僕も全然5時とか起きれないんですけど、下手すると4時とかに起きてたんですけど、はい、分かります。冬は全然もう7時とか。あ、なりますよね。なりますね、これも不思議なもんで。ですよね、もう、はい、やっぱり日の出が出ない と、うんうん、とそうですね、はい、だから、まあ、ちょっと別の方のミニマリストさんにもお伺いした時に、やっぱ人間は日の出とともに起きるのが多分自然だから、はい、夏は早くて冬は遅くてもいいんじゃないみたいな話に落ち着いて。あ、そうなんですか。そうそうそう、じゃあそれを取り入れます。そんな感じナッティさんも、まあ、ちょっと冬は起きる時間は遅いことはあるかもしれないけど、はい、まあまあ早に早起きで7時間、はい、8時間を寝るようにしようということで、はい、ちなみにその睡眠の質を上げるというか、はいはい、まあ、入眠だったりとか、はい、化粧をスムーズにするとかでもいいんですけど、はい、なんかこだわりとかはあったりとかしますか、睡眠の？そうですね、まあ、後ほども出てくるんですけども、あ、はい、まあ、入浴必ずするということと、うんうんうん、でも19時以降に、うんうん、今あの白くライトが光ってるんですけど、はいはいはい、照明落としますね、うん、あ、なるほど。なので副交感神経を優位にさせるような、はい、こういう習慣は作ってます。なるほど、はいはい、ありがとうございます、まあ、照明は大事ですね。照明大事ですね、はい、で実際に、まあ、昔は全然寝ていらっしゃらなくて、はい、5、6時間 で今十分な睡眠を取るようになってから、はい、まあ、コンディションだったりとか、はい、生活に起きた変化だったりとか良かったこともありますか？あ、もう全然風邪をひかなくなりました。お、なるほど、体調が良くなった、はい、体調良くなりましたね。あの、はい、季節の変わり目ごとに喉を痛めたりっていうのは多かったんですけど、はい、もうそれがもう見事に4年間ないっていうのがありますね。なるほどなるほど、はい、だから体調崩しがちな方はちょっと睡眠不足だったりとかね。そうですね、免疫ですよね、はい、まあ、人間寝てる間にね充電するというか、あ、本当そうだ、はい、まあ、メンテナンスされるわけだから、まあ、寝不足の方は十分な睡眠取りましょうということで、ありがとうございます、はい、では3つ目のおすすめ習慣お願いします、はい、適度な運動ですね、はいはい、これは実際どんな感じで運動されるんですか？自分の場合なんですけども、はい、これもうずっと10代の頃からやってることなので、結構長いですね。じゃあそう
ですね、16年、20年目に入るんですかね。すごいですね。もう大ベテランじゃないですか。そうですね、はい。で、何をされてるんですか？で、普段はジョギング最低5キロして、で、体幹周りの運動っていうのも、最近ゴムバンドを使ったりはしてるんですけど、で、大体関節を動かすことをメインにはやってますね。はいはい。なんで関節を動かすことをメインにやられるんですか？やっぱり可動域を常にこう保っておきたいっていうのがありますんで。プロのアスリートみたいな。そうですね、はい、全然アスリートでもないんですけど、はい、なるほどなるほど、はい、でそれが終わった後に、はい、しっかりともう同じ時間もケア、うんうん、もう走ったら走った分ぐらいの時間をかけてストレッチだとか、うん、ほぐすっていうのはやってますね。なるほど。時間帯的にはどの時間帯にやるんですか？朝なのか夜なのか夕方なのかとか。大体朝ですね。朝なんですね、はい、起きてすぐみたいな感じですか？起きて、まあ、しばらくは体を起こしてっていうのもあるので、はいはいはい、1時間後ぐらいですね、早ければ。で、まあ、ジョギングで5キロ走り、はい、まあ、最低5キロ走った後にもうそのまま続いて家に帰ってきて、はい、体幹トレーニングみたいな。体幹トレーニングやります、はい、なるほどなるほど。じゃあもう入念にもうやるわけですね、はい、入念にやってますね。これが前後する時もあるんですよ、体幹周りをやってからちょっと体温高めておいて、まあ、外も最近寒いので、うんうんうん、そこから走りに行って、でストレッチするっていうので、大体もう1時間半ぐらいをこの3つやってるって感じです。なんか途中で挫折した時とか、はい、今日いいかなって思うこととかはないんですか？あ、もちろんはい、すごい雨だとかは、もう今日はいいっていうような気持ちを持ちながら、これはやらなければいけないみたいな脅迫観念みたいなの持ってやってる時期もあったんですけども、はいはいはい、ただもうそういう気分が優れない時とかは、もうパッと今日はやめておこうっていうのはしてます。で、実際に、まあ、適度な運動するようになって良かったこととかはありますか？そうですね。もう10代からずっとやってますんで、おそらくなんですけど、やっぱり体調の変化、大きな病気もしていませんし、で、その体重の増減っていうのもないので、もうずっとこの体型っていうような感じですね。すごいですよね。だいたい20代後半から、はい、まあ、30代にかけて、だいたいね、運動してる方ってどんどんふくよかになってくる。そうですね、確かに。ちょっとメタボ体型になる方とかもいらっしゃいますけど、はい、今、ナッティさんも今30代。30、今年6になります。6で半ばですもんね。はい、もう全然健康的な体だから。そうかもしれないですね。まあ、多分こういう運動習慣とかも結構ね、生きてるというか。はい、生きてると思いますね。ね、はい、すごいですね、はい。ちなみに継続のコツは何ですか？そうですね、もう歯磨くような感覚なんですよね。当たり前のようにはやってますんで、うん、はい、ただまあしんどい時ももちろんありますし、うん、はい、そういう時はもうピタッと、お、なるほど、やらない時はやらないってもう決めて、うん、メリハリ、メリハリですね、メリハリですね、はい、本当に思います。あとはもう本当に適度なっていうところで、ね、適度です。もう、はい、ウォーキングでもいいと思うんですよ、うん、もうご本人がやってて、まあ、辛いはちょっと行き過ぎだと思うから、そうです、ね、まあ、程よく気持ちいいぐらいの運動するのがいいかもしれないですね、はい、そうですね、続けられる運動でいいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて4つ目のおすすめ習慣お願いします。はい、これ入浴ですね。はい、はい、先ほどもね、ちょっと睡眠のところでもお話ありましたけども、はい、はい、まあ、実際に、まあ、取り入れた理由だったりとかは改めてありますか？冬は特に体温がすごい下がっているようなイメージがありましたんで、必ず入るようにはしてたんですけど、もう夏場も入るようにして、でも睡眠のための準備ですよね。なるほどなるほど、はい、で一応効果としてもこの内臓っていうのも凝るって聞いてますので、でお風呂に入るとやっぱりちょっと重力が変わるじゃないですか。確かに確かに。でそこで内臓を元の位置に戻すことができるっていうのを、プロの方に聞いたので、なるほど、入浴大事だよっていうので、じゃあしっかりと夏場も入るようにしようっていうので、はい、もう必ず浸かるようにいうことですね、はい。まあ、お風呂入るのはなんか夕方とかお食事後とかなんかあったりとかするんですか？睡眠の何時間前とか適当ですか？基本的にはもうご飯食べ終わって、まあ、1時間2時間後に入浴して、うん、睡眠の準備入るんですけども、でこの時期休みの日はもう朝起きてすっごい寒い時はもうすぐ溜めて朝風呂したりもしますね。そうなんですね。とりあえず体温めるところから温めたいみたいなので、あ、そうなんですね。でそっから走りに行ったりして、はいはいはい、でシャワー浴びてみたいなのはしたりもするので、あ、そうなんですね、はい、なるほど。ちなみにその一番最初、まあ、湯船に浸かろうというか入浴しようみたいな思ったなんか理由とかはありますか？はい、母親がもう常に入浴してましたので、はいはい、で必ず夏もしていたので、うんうんうん、でそれで聞いたんですよ。うん、で、やっぱり自律神経が整うっていうのはもう実証していたので、うん、で熟睡いつもしてるっていうので、うん、浅い睡眠が多かったので、あ、なるほど。で母親が
熟睡しているっていうのでどういう習慣しているのかなって聞くと、うん、必ず入浴あ存在してたなっていうので、なるほど、もう気づいたわけです。親からです。おいいですね。でも本当になんか僕もともとシャワー派だったんですけど、はい、もう湯船つくのはめんどくさいみたいな、はいはい、時短だと思ってたんですけど、はい、でも湯船つかるようになってからやっぱ疲れがたまりにくいというか、ああやっぱりそうですか。そうありますけど、はい、そうナッティさんの場合なんかやっててよかったこととかありますか、起きた変化とかコンディションだったり。そうですね、はい、コンディションで言うとやっぱり肌質だとか、うんうん、そういうのも改善されているのかな、乾燥肌とかすごいなくなったような感じがします、うんうん、あなるほど、はい、いいですね。やっぱり入浴ってね、まあ、リラックス効果もあるし、そうですね、睡眠の質も高めてくれるというところで、はい、はい、かもしれないです。ちなみにどれぐらい入られるんですか、入浴は1回。長風呂はできないので、はい、もう10最低10分とかです、ね、あなるほど、はいはい、まあ温まってきて寝ぼせないような、あそうですね、はいはい、はい、寝ぼせないぐらいの感じで入られると、はい、そうですね、それは心がけてます、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、はい、続いて5つ目おすすめ習慣お願いします。はい、毎日清掃と整理整頓をすることですね、はい、なるほど、はいはい、これを取り入れた理由だったりきっかけはございますか。そうですね、お掃除も定期的にはしていたんですけど、うん、それが2日に1回であったりだとか、うん、そういうちょっとスパンが長めに取ったりしてたんですけども、うんうん、はい、毎日することで大掃除するところがなくなったっていうのもありますので、うんうんうん、なのでこう例えば汚れが溜まってしまうと、うんうん、新たな液剤を買ったりだとか道具を買い足さないといけないっていう状況にも一度なったことがあったので、はいはい、じゃあもう定期的に毎日清掃できるところは清掃していく、で整理整頓も物のチェックにもなりますので、毎日確認するっていうのは自然とできるようになってきてます。なるほどなるほど、はい、なんか言われて気づきましたけど、はい、やっぱり汚れがたまると物増えるんだなって思いましたね、はい、聞いてそうですよね、やっぱり増えますよ ね、 だから物減らしたければ、はい、まあね、細かくなるべく汚れを取っていくというか、はい、掃除ってやっぱ大事だなって思って、そうですね、そうそうそう、ありますね、なるほど、で、はい、整理整頓とかって、はい、そんなでももう物少ないから散らからない、はい、じゃないですか。あ、そうですね、散らからないんですけども、はい、なんかも物のチェックみたいな感じですか。そうですね、例えば冷蔵庫の中身だとかも、うん、一応整理整頓はするんですけども、そこで期限チェックは入ったりしますね。もうそれをほぼほぼ毎日やられるんですね。じゃあほぼほぼ毎日やってます。なので大体の期限ももう暗記してるっていう感じですね。あ、すごいですね、まあ、物も少ないしっていうところで、はい、ちなみにどのタイミングでそのお掃除だったりとか整理整頓されるんですか、はい、タイミングも例えばですけど運動前に、お、まあ、軽い運動にもなりますんで、はいはいはい、ちょっとやっておいてから運動するであったり、それがまあやっぱり前後する時もあります、ね、うん、そうなんです、はい、でちなみにどこから行くんですか、そのお部屋の。まずもうこうフローリングのほどクリックルワイパーでやっていって、はいはいはい、でも全体やってトイレ掃除行って、でまあ、食器が溜まってたらまあ食器洗って、うん、でその周りをコンロ周りを拭いて、うん、っていうのがもう毎日やってるのはそこですね。あ、なるほど、それは必ずのルーティンみたいな。必ずのルーティンします、はい、でそこでプラスアルファもある。そうですね、そこで例えばですけど冷蔵庫がありまして、うん、電子レンジがあるんですけども、うん、で炊飯器があって、うん、ちょっとその電子レンジの上のあたりとか、うん、埃溜まってる可能性ありますので、はいはい、そういうところはもう一度上げてささって拭くとかはしてますね、うん、なるほど、はい、っていうところですね。だからもう常にお部屋の状態が綺麗だといや、大丈夫です。ということで、はい、ちなみにその毎日掃除とか、はい、あの整理整頓してきて良かったこととかはありますか。そうですね、やっぱり心の状態っていうのも晴れやかになりますし、爽やかさですね、うん、なるほどなるほど、それが一番。そうですね、もう掃除がしやすい環境にするっていうのはもうテーマでもありましたので、うん、なるほどなるほど、はいはい、もうまさにねミニマリストチャンネルにはうってつけのおすすめの習慣ですけど、はい、これを例えばじゃあ毎日掃除しやすく、はい、整理整頓しやすくするために、はい、なんか視聴者にアドバイスとか、はい、こうした方がいいよってなんかあったりとかはしますか。そうですね、まあ、できるだけ何がこう掃除をしていて、うんうん、これが面倒だっていうものを、うん、もしかしたら取り除いてもいい部分かもしれないので、うん、なるほど、要検討してみるっていうのもありなのかなと思います、ね、確かにそうですね、はい、まあ、大きいものないし重いもの、はい、ないし、ね、めちゃくちゃ汚れてるものないしそうですね、はい、掃除とか整理するの負担になるものはちょっと検討するのもおすすめと、はい、おすすめですね、ということでありがとうございます、はい、では6つ目お願いします、はい、これ自炊ですね。なるほど、はいはい、理由としてはもう
健康にもなりますし、うんうんうん、もちろん節約にもつながりますし、うんうん、楽しめますし、はい、ここのメリットってすごい多いような気がします、まあ、でかいですね。でかいですね。それこそ昔は自炊してない時もあったりとかはしましたか？ありました。もうほぼ外食がメインで、うん、休みの日に自炊するっていうような習慣でしたので、なので、まあ、それはそれで喜びはあったんですけど、うん、楽しいなっていうのはあったんですけども、うん、体調は季節の変わり目ごとに崩したりだとか、うん、起きれなかったりだとか、うん、お腹に溜まってるような感じがして、うん、起きづらかったりだとかっていうのが、うん、もう当たり前のようにありましたので、うん、はい、自炊に切り替えてからはもう朝は空っぽのような感じがしたりとかですね、うん、もう軽いですね。軽いですね。なるほど。起きやすくにもなりました。はい。ちなみに食事のこだわりとかはあったりとかはしますか？お米をしっかりメインにするっていうこだわりはあります。それはどうしてですか？あのお米って敬遠されがちな食材じゃないですか、うん、確かにそうですね、はいはい、幸いアレルギーとかもないので、うん、はい、お米楽しむことができてるんですけども、うん、お米の役割ってすごいあるっていうのも調べた上で食べてもいるんですけど、例えばですけど、お米ととんかつを食べました、うん、はいはい、とんかつ食べますと油とかあるじゃないですか、そういう余分な油とか悪いものをお米の効能効果で排除してくれるので、うん、はい、悪いものをやっつけてくれるようなイメージ。あ、なるほどなるほど。ちゃんとした効果もあるんですか？効果があるんですよ。なのでお米を白米をメインにして食べるっていうのはもうずっとやってますね。なるほどなるほど、はい、っていうところで、はい、あと例えば、はい、まあ、どういうものを食べることが多いのかなんかありますか？そうですね、バランスは考えてはいるんですけど、うんうん、豚肉鶏肉がメインですね。でお魚であったら、まあ、缶詰が多いんですけど、サバ缶だとかイワシ缶、なるほどなるほど、そういったところタンパク質っていうのも取るようにはしてますね、もうまさにね、いい油が取れそうな。あ、そうですね、魚関係は。はい、はい、お野菜とかはどうなんですか？野菜も豊富にいっぱい取るようにはしてます、はい、なるほど。例えばどういうお野菜とか？そう、最近はもう簡単なものでカット野菜とかあるじゃないですか。 ありますね、はいはい、僕もよく買います、はい、もうあれをもう豊富なので、あれを一袋100円とかで売ってますんで、うんうん、はい、それをもう買ったりして、ですぐ調理してっていう、はい、っていうところですね、はい、ちなみに今ってナッティさんは1日何食ぐらいなんですか？もう 1.5 食変わらないですね。朝抜いて昼軽めみたいな感じですか？そうですね、朝も一応果物食べたりはしたりするんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、で昼間に、うんうん、お芋を炊飯器で蒸し芋にしたりだとかで、ナッツ類食べたりして、はいはい、でもしっかり食べるっていうのはもう夕方ぐらいですね。ちなみに朝はフルーツ食べる理由とかはあるんですか？もう干してるって感じですかね。そうなんですね。もう習慣に入ってますんで、はいはいはい、でバナナリンゴがメインなんですけど、朝食べるように、運動後にすぐ食べるようにはしてますね。僕もなんか朝ちょっと軽くフルーツ食べるようにしてて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんかまあ消化も早いし負担がかからないのと、はい、あ、そうです。あとまあビタミン C というか取れますね、はい、そうそうそう、はい、もう取っておかないとっていうところで取ったりとかしてて、はいはい、ちなみにナッツはどうなんですか？そう、なんで食べるようにしてる？ナッツももう食感、塩味が好きなんですけど、もうただただ幼少期の頃から好きだったので。そうなんです、ね、で今ナッツっていいですよっていう普及してるじゃないですか、うん、そうそうそう、はい、なんかいい油も取れるし。そうですね、はい、じゃあもうより罪悪感なしで食べてるっていう。なるほどなるほど、はい、っていうことですね、はいはい、ありがとうございます、はい、それこそ今 1.5 食、ちょっと朝フルーツ食べることあるというふうにおっしゃられましたけど、はい、なんかそこでなんかその3食にしてない理由というか、はい、なんか昔は多分ね、まあ、僕より多分上の世代って多分3食食べなさいみたいなのあったと思うんですけど、ね、はい、今軽めにされてるなんか理由とかもしあれば。もう基本的にお腹空いたら食べるスタイルではあるんですけども、学生時代とかもちろん実家にいる時は3食食べてはいたんですけども、うんうん、なんかこう年齢を重ねるごとに胃もたれというか重い感じがしてきましたので、うんうん、でフルタイムで働いてる時ランチに行くと、うん、もう血糖値が上がって、うん、その後の時間使い物にならないっていう風な、うんうん、はい、すごいこの体で実感するようになりましたので、うん、ここは抑えようっていうところをこう選定していた結果、うんうん、もう寝る前にがっつり食べると別に眠くなってもいいので、うん、確かに確かに、もう血糖値上げることをメインにしますんで今は。なるほど、あえてね、そうです、はい、上がってくださいっていうような感覚で食べてますんで、もう削ぎ落としていった感じですね。なるほど、 どっちかというと実際にその削ぎ落として食事を良かったことはありますか？そうですね、もうもちろんのこと体調面も良くなりましたし、うん、はい、でまあ、体型健康体っていうのも安定してますし、もうそこを
がメインかもしれないですね。もう、はい、悪ければ3食に戻すとかやってたと思うんですけど、うん、どんどん良くなってるような感覚はあります、ね、なるほど、はい、なんか本当最近いろんな YouTuber さんとか、はい、あとなんか書籍のなんかレビュー動画の方とかも結構その消食生活だったりとか、はい、もう結構なんか着目されてる世間で確かにしたので、そうそうそう、結構1日1食とか 1.5 食とか結構おすすめですね。はい、ありがとうございます、はい、では最後7つ目おすすめ習慣お願いします。はい、はい、これはなかなかないかもしれないんですけど、はい、時短しようとしないっていうことかなって思いました、はい、自分の中で。まさにでも本当丁寧な暮らしねっぽい習慣ですけども、なんか理由とかはありますか、はい、きっかけとか。そうですね、これも最近本当にこう客観的に見て気づいたことなんですけど、なぜか家事を急ごうとしてるなだとか、洗濯も早く干そうとしてるなっていうのが結構目立ったんですよ。でもこれってゆっくりすることで充実できるような時間ではないのかなって思った時に、もう食器洗いもゆっくりゆっくりやることでなんか楽しい感覚があったんですね。一つ一つをきれいにしていってるなっていうのが、はいはいはい、掃除感覚 で達成感もあって、で自分時短するあまり意味ないような生活してるの、まあ、確かにそう時間的にも、ね、ゆとりもあるし金銭的にも、はい、おそらく自分の場合はなんですけど、時短したところでダラダラ時間に当てるだけなんですよ、っていうのだったらお掃除とかもゆっくり時間かけて丁寧にやっていった方がより充実して自己肯定感も上がるかなっていうので今実践してるんですけど、なるほどなるほど、すごい効果的にはありますね。確かに僕も焦って家事するよりも、はい、やっぱりなんか丁寧にトイレ掃除した時とかってやっぱ満たされる感じはありますからね。あります、もう出てきますね、はい、確かに。だからね、もう忙しくやるよりもなんか一枚一枚丁寧になんかお皿洗うとかう、ね、あとお食事の時の結構切るのとかも結構なんかゆっくりされてるみたいな以前言ってませんでした、ね、あ、もうゆっくりしてます今ね、はい、そうだ、一個一個の動作をゆっくりすると結構幸福感とか上がりますね、上がりやすいっていうのはあるかもしれないですね、はい、なるほどなるほど、はい、時短しようとしないのは、ね、結構おすすめですね主婦の方とかはね、家事とかそうですね感じるんじゃなくて、そうですね、もうそれも一つの生活の中でのくくりだと思いますんで、もったいないなって思います、時短しようとすると。はい、ありがとうございます、はい、ということで7つナッティさんのおすすめ習慣をご紹介していただきましたが、はい、特にこれおすすめだよっていうものとかはあったりとかしますか。そうですね、もう一番最初に挙げさせていただいた、まあ、感謝することですね、うん、これ全部にももう、うん、睡眠にも運動にも入浴とかにも、うん、その環境に感謝するっていうことはできると思いますので、うん、そうすると本当に今の状況環境に満足、うん、幸せにつながるかなっていうのは思います、ね、なるほど、はい、はい、ですね、ありがとうございます、はい、なんか個人的に思ったのは、はい、なんか一個一個の動作をゆっくりしながら、はい、なんか一個一個のことに感謝するのも結構おすすめだなって。あ、確かにそうですね、掃除しながらね感謝するとかもいや本当そうだと思います、はい、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、ではでは、はい、動画の後編ではですね、はい、ちょっと僕から何々についてのこだわりはいかがですかという、あ、はい、質問をしていくので、まあ、アドリブでちょっとリアルにねお答えしていただけたらと思います、はい、かしこまりました。はい、ではでは、先ほどちょっとお食事とか食べ物関係の話もありましたので、はい、なんかお飲み物のこだわりだったりとか、はい、なんか水分補給だったりとか、まあはい、ポイントとかあったりとかはしますでしょうか。最近は茶湯を飲むようにしてますね。それはなんでですか。あのやっぱり一気に気温が下がったっていうことで、うん、体の芯から温めたいっていう、うん、それが目的ではあったんですけども、うん、はいはい、お湯を沸かして飲む習慣をつけまして、そこから体温が上がってるようななんとなくですけど、なんとなく感覚もありますんで、基本的に家からもう出ない生活ずっとやってますんで、もう1日 3,4 回沸かしたりして 1.5 リットルぐらい、それをもうチビ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 ずっと飲んだりしてます。左右が割とメインメインですね。で、一応コーヒーも朝入れるんですけど、コーヒーもあの完全な水分ではないので、はい、もう白湯をセットにして、こう交互に飲むようにしたり、そうなんですね、してますね。そうするとなかなか珍しいですけど。あ、本当ですかね。はい、だからコーヒー飲むときはやっぱコーヒーじゃないですか。はいはい、でコーヒーはお好きっていうふうにね、はい、まあ、伺っておりますので、はい、そうそう。でも最近は白湯中心、白湯とセットで飲んでます。なるほど、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はい、続いて、もう本当抽象的なあれですけど、はい、健康、はい、としてなんかこだわってる部分というか、健康であるためにとか、はい、なんかあったりとかしますか。そうですね、これも、はい、もう今のとつながるんですけども、うんうん、よく水分を取るっていうことで、はい、肌の改善だとか、はいはいはい、デトックス効果も感じられてますんで、よく水分を取るっていうのは一番意識して今やってることかもしれないですね。なるほど、無意識に持っていきたいですね。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いてはですね、はい、まあ、朝のやること
ことはなんとなくまあイメージはできたんですけど、今までの話でね、感謝するとか、はい、あとはまあ掃除するとか、はい、筋トレする、運動するとかってあったと思うんですけど、はい、夜はどうですか、夜のこだわり、ルーティンとか習慣でやってることとか。そうですね、夜も入浴と、うんうん、それ上がってでからストレッチしたりだとか、まあ、ほぐすっていうことはやったりはしますね。もうケアですね。ケアですね。一日の終わりの。そうですね。これももう頭の凝りというか、考え事とかもあまり考えないようにしたりだとか、頭使わないようにしたりだとか、もうお休みモードに入っていくっていうのは心がけてます。なるほど。なんか瞑想されたりとかはするんですか、ナッティさんの場合は。瞑想はしたことないんですけど、ぼーっとはしますね。あ、はいはいはい、それはどういう時にされるんですか。そうですね、疲れた時だとか、頭使ってるなっていう時だとかは、うん、もうここに普段椅子を置いたりしてるんですけど、景色見えますんで、なるほどなるほど、まあ、夜でも全然街灯とかも見えるので、うん、なんか外見ながらぼーっとするっていう、瞑想の仕方ちょっとわからないので、はいはいはい、景色を眺めながら景色を眺めながらぼーっとして、でリセットされるような感じはしますので、うんうんうん、なるほどなるほどっていう、そういうことしますね、はい、でもなんかね、ここ若干おかんなってて眺めがすごいいいですもんね。いいですね、はい、そう、夜景も、まあ、今もすごい明るいですけど、はい、めっちゃ眺めがいいんで、自然もあるし山もあるし、いいですね。理想的なリセットタイム、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて、はいはい、今全く完全にお仕事がないっていうわけじゃないじゃないですか。あ、そうですね、はい、はい、なんかお仕事をする際のなんかこだわりポイントというか、はい、まあ、あの業種でもいいし、働き方でもいいし、労働時間でもいいですし、はい、なんかその辺仕事のこだわりがあればちょっと教えてほしいなと思います。そうですね、今はカフェで働いてはいるんですけども、はい、で1日すごい短いんですよ、うん、本当にもう月で言うと、うん、もう30時間、1日が、はい、今もう6時半から10時にしていただいたので、おお、はいはい、1日 3.5 時間とかなんですけどすごいですね、もう本当に何しに行ってるのかって感じではあるんですけど、はい、接客もできますし、うん、で好きなコーヒードリンクも作ることができるので、で一つ一つ達成感があるんですよ、うん、接客業っていうのが、はいはい、今まではフルタイムで働いてる時は直接ユーザーとお客さんと関わるっていうのがほとんどなかったので、すごい長期的な、うん、もうコツコツやってここでドーンと達成感が来るっていう感覚だったので、なるほど、今はもういらっしゃいませから最後ドリンク出すまで1分ぐらいなので、うんうん、そこでの達成感がすごい生まれるので、なるほど、一つ一つ仕事の中で喜びポイントをピックアップしておくっていうのはすごくいいのかなって思いますね。なるほどなるほど、それも大事な一つ要素ですね、はい、要素としては大事かなと思いますね、はい、確かに確かに、もう爆発的に喜び感じることも大事かもしれないですが、その都度その都度、はい、大事ですね、幸せというか感謝というか喜び感じるのもおすすめと、おすすめですね、ということで、ちなみに朝そんな早くからやってるんですね。あ、そうですね、7時オープンでやってます。あ、そうなんですね、はい、そうなんです。ちなみに、はい、なんかその喫茶店というかカフェという か、はい、なんかそういう業種に就こうと思った理由とか、はい、やっぱり自分もフルタイムで働いている時に、そこのカフェ、まあ、有名なところですけども、うん、はい、もう一応動画内にも言ってるんですけど、あ、そうなんですね、はい、じゃあもうどんどん行っていただいて、はい、あのスターバックスで働いてるんですけど、はいはいはい、でそこでお客さんとして利用してる時に、うんうん、全国どの店舗行っても同じような接客、うん、いい意味で同じ対応してくださるので、うん、そういう部分で教育ってすごい気になってはいましたんで、で楽しそうだなーですけど、うん、そうですね、はい、で楽しそうだから自分もやってみたいなっていうその思い一心で、じゃあセミリタイアした後はスターバックスで働いてみたいなっていうのがありました、ね、実際に働いてみていかがですか、はい、なんか感想というか。そうですね、もう世代が全すごい下の、もう年齢でいうと江戸が一周回ってるような、はい、まあ、一回りね、一回り下の方であったりだとか、はい、うん、上の方もいらっしゃるので、いろんな情報をシェアできるんですよ、で今こういう風に考えてますよだとか、その人に接するこの態度であったりだとか、うんうん、学べることとかすごい無限にあるので、そういう内部の人間関係っていうのがすごい刺激的になりましたね。お、なるほど、いいですね、はい、よかったです。本当に僕もともと全然そういうスタバとか興味なかった人間なんですけど、でもなんかナッティさんきっかけに、はい、やっぱりなんかそのもともとスターバックスの CEO の方の本を読んだりとか、はいはいはい、あ、そうなんですね、そう、あの方の影響もあり、はい、ナッティさんの直接このお話ししてる感覚もあり、はいはい、僕も結構なんか変わった部分があって。あ、本当ですか。そうなんですよ、スタバ効果で変わったんで。そうそうそう、でも実
際ね、ナッティさんもそういう、はい、まあ、スターバックスでね、はい、働かれて、まあ、いい刺激になってるっていう、いい刺激になってますね、はい、いいですね、ありがとうございます、はい、続いての質問に移っていきたいと思います、はい、まあ、仕事の日とか、まあ、労働時間短いっていうことですけど、はい、逆にお休みの日、はい、もう完全にオフっていう時のこだわりとかはありますか、はいはい、過ごし方だったり。そうですね、はい、一つ一つ家事も先ほどもお伝えしたように、うん、ゆっくり行ってますんで、なるほどなるほど、一日が早いですよ、うん、はい、でその中で自分時間っていうのも、もう全部自分時間みたいな感覚ではあるんですけども、うん、こだわりはもう一つ一つゆっくりして、うん、もう焦らずにやっていくっていうことは意識してますね。なるほど、完全にスローライフみたいな、スローライフ感じですね、ですね、まさに、はい、ありがとうございます、はい、ちなみにその自分時間とかで、はい、特にまあ最近、まあ、ここに注目してるというか、はい、まあ、大事にしてるとかあったりとかしますか。自炊ですね、やっぱりメインは、はいはい、っていうのが大事と、はいはい、ありがとうございます。ではでは、続いてはですね、はい、まあ、個人的になんですけど、すごい身だしなみがすごい整ってるなと。そう、はい、ですか、はい、ルームツアーの時とかも、はい、なんかユニクロ中心だったりとか、はいはい、まあ、すごいなんか清潔感も感じつつ、ですか、まあ、きれいに畳まれてるっていうのも一個あるかもしれないですけど、はい、なんか身だしなみとかで意識されてることとかはあったりとかはしますか。シンプルなものはこだわったりはしてますね、なるほど。その例えばロゴが入ってるっていうのももう完全になくしましたし、モノトーンで揃えたりだとか、なるほど、でシルエットも綺麗なものにしたりっていうのは心がけたりはしてますね。ちなみに今冬ですけど、はい、なんか冬服のコーディネートのポイントとかありますか。そうですね、はい、もう基本的にもう今オーバーサイズで体に負荷がかからないようなファッションにはしたりはしてるんですけども、そうなんですね。そうなんですよ、でゆったり着れても、うん、ゆったりってちょっとだらしないイメージがあるじゃないですか。まあ、あるかもしれないですね。ユニクロさんすごい、うん、あの優秀な商品ばかり出されてますんで、はいはい、ゆったりめでも綺麗に見せるような洋服が多いので、なるほどなるほど、助かってますね。ちなみにオーバーサイズ着ようと思ったきっかけとかなんだったんですか。あんまりフィットにした服はあんま着ないって感じですか。そうですね、もともとそんなにフィットしてるのは着なかったんですけど、うんうんうん、まあ 5,6 年ですか、ここ、はいはい、オーバーサイズがちょっと流行りだしたっていうのは、まあ、その流行りに乗っかったっていうのもあるんですけども、すごいストレスを感じずに過ごせるので、なので部屋着、外出するとき、運動、この3つ全部使えるような洋服選びにしてます。なるほど、はい、ありがとうございます。では、続いては、買い物のこだわりを聞きたくて、はい、最近なんか物買ったりとかはしましたか。最近はあのちょっと映ってないんですけど、はい、石油ストーブを 防災用っていうんですかね、はい、で購入しました。なるほど、理由としては、はい、理由としてはもう何が起こるかわからないっていうのを考えとかないといけないなっていうので、購入しましたね、はい、あとはちょっと気温も下がってますの で、 そうです、ね、はい、ちょっとこう朝夜なんですけど、うん、30分だけつけてあとエアコンで回すっていう風に、これ節約方法かもしれないんですけども、うんうん、一気に温めといて消して、うんうん、あとはエアコンで室温をキープするっていうのをやってらっしゃいます。本当今さっきも雪降ってましたか。降ってましたね。びっくりしました。なんか僕こっち来る途中は全然晴れてたのに、なんかナッティさんからメッセージで雪降ってるよって言われたから、雪降ってないじゃんって思ったらここだけなんか降ってるんですよ。局部的に。そうそうそう、いやすごいなと思って。そうなんですよ。ちなみに、まあ、ミニマリスト的にはなんか物増やすの嫌だっていう方とかもいらっしゃいますけど、はい、ナッティさん的にはまあ防災的な観点と寒さ対策で石油ストーブ、電池式、電池式です、はいはい、電池式にしました。なるほど、買われたということで、はい、これは最近買ったものですか、ね、もう3日前ですね。ああ、もう本当直近ですね。直近です、はい、他に買ったものとかもないですか。他はないですね。もう減らしていったっていう方がまだあるかなって感じ。逆に減らしたものもあるんですね。そうですね、洋服も見直したりとかも、もう本当に1、2着ぐらいでしたけども、あ、そうなんですね。それ減らしたりはしました。なのでよく言われる1個増やし1個減らすみたいな原則はなんとなく当てはめてはいます、ね、なるほどなるほど、はい、ちなみに今までの買い物とかで、はい、まあ、物を買うってなった時にこだわったポイントというかありますか。そうですね、こだわるポイントで、はい、まあ、必ず買う前にもうじっくり考えるようにしてます。これもう3日ぐらい考えました。あ、そうなんですね。買うべきかどうか買うべきかどうかはいはい、はい、でやっぱりこの防災、災害が起きた時に、うん、一応ここを避難所にしてるんですよ。おお、
あの家族とかが、あと少し友人とかが、ライフラインが止まった時とかに、もうここに、ここ、おかんってほぼ一番上なんですよ。地区も25年ぐらいですので、いろんな災害にこう耐えてきたところなので、で外もちょっと廊下が室内になってるので、集まりやすい。で、ここが中心になるなと思ったので、集まった時にこれがあると、確かにいいかなと思って、ちょっと、はい。冬でなんか震災起きた時は正直しんどいですから、ね、そうですね、もう毛布とかもね、なかなか手に入らない人とかもいるし、そうなんですよ、ね、なるほどなるほどっていうところで、そういうので、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いてはですね、なんかお金とか家計管理でなんかこだわってる部分とか、はい、なんか意識してるところとかあったりとかはしますか。そうですね、お金に関しては収入も一気に下がってはいるので、うん、一つ一つもう買うものっていうのはリストアップして買うようにはしてます。へえ、リスト化して買う。リスト化して買ってます、ね。なるほどなるほど、はい。でもほとんどもう物買ってないから、生活費とかももうほぼほぼ固定ですよね。でも固定ですね。全然変わらなさそうですけど。全然買わないですね。なので、うん、実質、うん、外食する時も友人と会う時あるんですけど、うん、それを含めても、はい、7、8万円には月全部含めていいですね。抑えられてますので。はい、でも普通に、まあ、ちょっとずつ貯金も増えてみたいな感じで。あ、貯金も。もう2、3万ですね。はいはいはい、ちなみに家計簿とかはつけるんですか。家計簿つけないですね。まあ、そう、意味が、意味がないかもしれない。つける手間があるかもしれないですけど。そうなんですよね、頭で把握できてますんで。そうなんですね。はい、なるほど。つけてないですね。はい、ちなみになんか今後の、まあ、プランというか、はい、あったりとかはするんですか。まあ、資産形成ないし、はい、例えば、じゃあ今年もしくは来年こういうことにお金回したいなとか。はい、そうですね。今のところお金をかけて、うん、投資しようっていうのは、考えてはあまりないですね。でもし投資するのであれば、うん、もうしっかりと知識を身につけた状態で、うん、満を持してスタートさせたいっていうのはありますんで、ちょっと流されないようにはしつつブレーキをかけながら、はい、ということですね。そうですね。ちなみになんか老後生活とかあんまりもう本当考えないですか。もうほぼ考えてないですね。あのこれ以前の動画でもお伝えしたかもしれないんですけども、うんはい、やっぱり社会保障であったりだとか、うん、そういうところも充実していますし、うん、税金を払っていれば守ってくれますよって声を大にして国は言ってくれてるのを皆さん多分耳を塞いでる方も政党とかで気にしてされたりしてる方はいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、やっぱり国がそれぐらいしっかりと制度を整えてるっていうところで安心はしていますので、はい、っていうところで、あとね、もう今までお話ししていただきましたけど、はい、この丁寧なそのなんかスローライフとか送っていただいてるから、はい、なんかもう本当80、90までなってもなんか普通に働いてそうなあ、そうですね、それは思います、うんね、喫茶店とかカフェとかで全然働いてそうな気がする、はい、やりたいなって思いますね、やっぱり、うん、いいですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いて聞いてみたいのは、はい、なんか引っ越しとか住環境のこだわりとかちょっと聞いてみたいですね。はい、引っ引っ越しはですね、はい、ここに来て、はい、ここ地元ではあるんですけども、うんうん、3年ぐらいになるんですけど、なるほど、はい、もう今のところは沖縄に行きたいとかすごいあったんですけど、あ、なんか言ってましたね、はい、沖縄好きなので、はいはい、あったんですけど、もうおうち時間が増えた以上、うん、どこに行っても、うんうん、沖縄に行っても多分おうちにいるだろうなっていう感覚なので、うん、なるほど、今のところもここでこと足りてるかなっていうのはありますね、うん、なるほど、じゃあしばらくここに、しばらくはここで、でちょっとまた感染もあれなので、うん、落ち着いたらまた選択肢として引っ越すっていうのは考えたいなと思います。なるほど。一個の選択肢は沖縄。沖縄。海に囲まれたいみたいな感じですか？そういうわけでもなく。いや、そうですね。海であったり自然が多いところっていうのはメインではあるので、それは考えたりはします。東京は都内ですか？これ前々から言ってます。東京も。はい、まあ、全然丁寧な暮らしは逆行するかもしれないですけど。ただ東京にいることで、はい、例えばですけど、こうアクセスはすごいしやすいですよね。はい、うん、空港が近かったりとか。はい、うんうんうん、それもいいかなってすごい思います。なるほど、はい。拠点に置いて、うんうん、で、ちょっと落ち着いた時に2週間ぐらい旅行で沖縄行ったりとか、はい、そういうアクセスしやすいところに留まるっていうのも一つの選択肢なのかなっていうのはすごい思います。いつでもお待ちしております。はい。ではでは、続いてですね、はい、まあ、ご時世柄って言っていいのかわかんないですけど、はい、まあ、やっぱりその、まあ、精神的にね、ちょっとお辛い方ですとか、はい、まあ、思考がちょっとごちゃごちゃしがちっていう方とかも中にもいらっしゃるので、はい、まあ、ナッティさん流のなんかメンタルケアですとか、はい、なんか思考の整理整頓だったりとか、はい、まあ、リセットという
かクリアの仕方というか、はい、なんかまあこだわりだったりとかおすすめしたいこととかあればちょっと教えてほしいですね。そうですね、嫌だなって思ってることっていうのからもう離れるっていう風にしてます。はい、はい、例えば差し支えない範囲で差し支え、はい、そうですね、例えばもう仕事ですよね。まあ今自分のところは充実した環境で人間関係も良好ではあるんですけど、うん、はい、仕事嫌だな、あの人に会うの嫌だなって思ってる方っていらっしゃると思うんですけど、うんうん、まあ少なからずいますからね。そうですね、はい、それをやっぱり繰り返すと心の面でのエラーって出ると思いますので、うんうん、なので一度立ち止まってで、例えば信頼できる上司の方にご相談するだとか、うん、環境を整え直してもらうだとか、うん、配置転換してもらうとか、うん、でちょっとここの心がエラーが出るような状態であれば、うん、改善する方向に進んでいくっていう行動は大事なのかなってすごい思います。ということですね、はいはい、ありがとうございます、はい、続いて、ナッティさんが SNS、はい、YouTube を始められたのが去年のどれぐらいだろう、8月末ぐらいですかね、はい、きっかけは何だったんですか。普段2人でやってたんですけども、うん、はいはい、で2人でやるってなった時に、うんうん、何を発信できるかなってなった時に、うんうん、物がないので、うんうん、ミニマリストとしての発信ができるなって、はい、単純 な、はいはい、今できることそれだなっていう感覚でしたので、なるほどなるほど、じゃあそういうノウハウをやっていきましょう、うん、でその流れでミニマリストで第一線でされている方ってもうたけるさんっていう風に、はい、なりましたので、はい、もう発信するまだ YouTube チャンネルを立ち上げる前に、はい、取材のメールをお送りさせていただいて、うん、本当にたま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 でした、ね、僕が大阪取材するっていう前日か2日前ぐらいにメールが本当来て、でこの日だったらいけますよみたいなそしたらたまたま空いてて、まあ、セミリタイ中だからまあ空いてるでしょうけどそうそうそうっていうご縁でね。そうですね、でそれでこう、はい、メールをお送りして20分後ぐらいに返信があったんですよ、まさかの本当タイミングだったから、タイミングでしたね、はい、でそのタイミングでもうたけるさんが投稿していただくちょっと前にとりあえず何本か上げとこうっていうような、うん、もう全部もうたけるさんが生みの親みたいな感じでさせていただいてますんで、させていただいてね、まあ、でもいいコンテンツもね発信されていたりとか、いやいやもう、まあ、暮らしぶりもねすごい多分視聴者さんに刺さる部分はもうすごいこうあったのかなと、というか、はい、はい、思いまして、で実際にもう半年ぐらいは経ったわけじゃないですか。そうですね、まあ、実際に発信活動、はい、まあ、SNS で、まあ、発信されて良かったこととか、まあ、気づいたこととか、はい、逆にこれ大変だったっていうのがちょっと教えてほしいですね。そうですね、良かったことの方がもうほぼ多くてですね、はい、もう、まあ、DM とかもたくさんいただいてるんですけども、うん、こういう暮らしっていうのが、はい、自分みたいな貯蓄で、うん、セミリタイアってできるんだったら自分だったら余裕だわみたいな方がすごい増えたんですよ、うん、それすごい自分にとっては、うん、一見見下されてるような感覚で、はいはいはい、もう捉える方もいるかもしれないんですけど、うん、はいはい、自分にしてはすごい嬉しいことだったんですよ、うん、こういうなんか世間一般のなんかちょっとハードルが下がったイメージですもんね、はい、そうですね、はい、それでもこう仕事生活水準を下げることでセーブできるんだなって気づかれた方っていうのがすごい DM で来ますので、うんうん、そこはすごいやっててよかったっていうことですね。なんか世間一般でいう、まあ、もちろんいい部分はあるけど、はい、なんかミニマリストでちょっとひもじい感じとか、ね、貧しい感じとかありますけど、はい、そこになんかスローライフというか丁寧な暮らしを付け加えると、はい、まあ、だいぶ心豊かになりそうですもんね。そうですね、はい、一個の選択肢としては全然ありですもんね。ありですね。逆にこれ大変だったなって思うのありますか、 YouTube とか。そうですね、やっぱり最初、はい、仕事の一つとして最初捉えてたんですけど、うん、はい、数字勝負じゃないですか。まあまあそうだね、はい、まあ、正直ね、はい、数字とのこうにらめっこというか、うん、でやっぱり自分も以前の仕事でもマーケティングであったり、うん、そういう PR の仕事で、はい、やっぱり数字を見て改善したりっていうのがあったので、うん、もう仕事と全部同じだなって思ったんですよ、うん、YouTube も。なるほど。ただこれだったらちょっとフルタイムの時って、うん、と同じような感覚で YouTube やってしまうなと思ったので、もう皆さんからのコメントだけに向き合おうと思って、もう数字無視してます今。いいことですね。もう再生もしなければ大丈夫みたいな、もう全然見ないようにしました。なるほど。もうだからお客様第一主義的な感じで、もうとりあえず登録してくださった方とか、はい、まあ、クリックして見てくださる方のためにだけ動画作ろうみたいな、もうそれに専念したらもうストレスがなくなりました。すごい。だからね、僕の取材した後もそうですし、はい、まあ、ナッティさんのコメント欄とかでもそうですけど、はい、やっぱり視聴者さんから応援の声がやっぱ多い。多いですね。そう、まあ、お人柄っていうのもそうだし、まあ、暮らしがそもそも丁寧だから、まあ、そういうところで響く方って
ってすごく多いのかなと。ありがとうございます。で実際今現時点でね、あの12月じゃなくて、はい、1月の中旬で撮影しても2000人突破してね、はい、そうですね、もうありがたいことに、本当にまだまだ見てない方はぜひ概要欄からねちょっとリンク貼ってあるので、はい、武井さんありがとうございますっていう、はい、で今後のなんか目標とかはありますか、今年でもいいですけど2022年。そうですね、数字的な目標はもう掲げてはいないので、うん、やっぱりその、まあ、1人だけでも救えるようにっていう、うん、例えばですけど、まあ、メッセージでもいただくことあるんですけど、うん、こういう考え方が変わりました、うん、で自分もこう働き続けないといけないっていう思考が変わりましたっていう方を1人増やしていくっていうような一人一人ですね、うんうん、大事ですね、それがもうメインです、はい、今は。いいですね、はい、でも一気にガツって増やすのも一個あるかもしれないですけど、はい、もう本当一人一人で大事にしていく、一人一人ですね、はい、ありがとうございます、はい、では続いてこれ一番僕が個人的に気になる部分で、あ、はい、まあ、僕もすごく影響を受けた部分ではあるんですけど、はい、ナッティさんの個人的にね一番いいなと思ったのは、はい、言葉遣いが丁寧なのと、そうですか、はい、あと謙虚さこれはすごい僕も、まあ、なんかいい意味で刺激を受けたというか、僕もすごい変わった部分ではあるんですよ、はい、だからなんかまず聞いてみたい、その言葉遣いとかでなんか意識してることとか、はい、まあ、変えたことはあるのかというか、なんかきっかけとかあるのかなって。そうですね、言葉遣い、自分の中でも敬語がうまいとは全然思ってはないんですけど、ただ社会に出てから年齢は関係なく、まあ、今学生さんと働くことも多いんですけど、で後から入ってきた学生さんもいっぱいいるんですけども、それでもこれでもうこんな感じなんですよ、ずっと。もうタメ口とかそういうのじゃなくて、丁寧な感じ。そうですね、なので万人に対してもこの同じエネルギーで同じ言葉遣いでやるようにしてから吸収もできますよね。まあまあ、その学生さんからの考えもそうですし、うんうん、例えば意見、こうした方がいいんじゃないですかと言われたとしても、うん、あ、そっかってすぐなるんですよ、うん、あ、そうっすよねっていう風な、でそこでこう謙虚な姿勢に拍車がかかっていくのかなっていうのも思うので、はい、そういう風な姿勢でいると、どんどんこの自分が身につけたいと思う謙虚な特質っていうのもトレーニングされていってるのかなっていうのは実感してます。ちなみに全く逆の時はなかったんですか、傲慢で、はい、ちょっと乱暴で、はい、ちょっとブラックな一面とかはなかったのかなって。もう小中高はもう、あ、もう自分がヒトラーみたいな思ってましたね。自分が世界の中心にいて、物事が回ってるような感覚で生きてきましたので、もうすごい、あの先輩に対しても敬意なかったですし、で敬語使え敬語使えっていうのも何回も言われてましたので、でそこで初めてで、この先輩との関係、後輩との関係はすごい良かったんですよ、それでも。ただ社会に出た時に1年目だったんですけど、はい、研修の時にその次長さん、うん、はい、まあ、すごい立場で言うと上の方が、はい、あの見学に来られて、オリエンテーションみたいなのに、うん、その時に話しかけられたんですけど、はい、その時はもう敬語が下手くそだったんですけど、ものすごい丁寧に敬語で、どういうことされてたんですかみたいなので、あの、この人ってここの会社の次長さんですよねとか思いつつも、すごい腰が低かったんですよ。でその人の言葉一音一句覚えてるんですよ。あ、そうなんですね。でそういう風に低く来られると、その人の言葉の力ってすごい強まるんだなって実感しましたので、そこが改めるきっかけになったかもしれないですね。その人がきっかけでちょっとターニングポイントになったみたいな。ターニングポイントになりましたね。なるほど。実際に、はい、あの、まあ、そんな形で、まあ、言葉遣いをちょっと丁寧にしたりとか、まあ、謙虚な姿勢でいるようになって、なんか良かったこととか、はい、変わったこととかありますか？そうですね、これは体感としてですけども、はい、すごいこの嬉しい言葉をかけてくださることがもう9割ぐらいっていう、うん、なるほど、感じですね。陰で何言われてるかわからないんですけども、いやいやいや、すごいこの、ま、手紙いただいたり、うん、メールいただいたりっていうのがすごいこう多くなったなっていうので、うん、なるほど、すごいこの自尊心も潤うなっていうのがありますね、うん、確かに。そう、やっぱ若い時はね、まあ、少なからずちょっとトゲがある生き方する方って、まあ、僕も含めてねありますけど、でも本当なんか無意味に敵作っても意味ないなって個人的に思ってそう、多少丸まったっていうナッティさんきっかけで、だからナッティさんでいうその次長が僕はナッティさん、はい、え、本当ですか？そうそうそう、っていうので、いや、めちゃくちゃそのナッティさん出会いでめちゃくちゃ変わったので、私が、はい、聞けてよかったです、ありがとうございますっていう感じで、も揃ったね撮影1時間経つので、
はい、最後ちょっと聞きたいこととしては、はい、人付き合いとか人との関わり方のなんかこだわりポイントとか、はいはい、聞かせていただけたらと思いました。そうですね、もうまず身近にいる人、うん、家族だとか、はい、親友の方っていらっしゃると思うんですけど、そこに時間をかけてどういう言葉をかけてあげるかだとか、どういうふうに寄り添うかっていうところを考えると、すごい小さな範囲ではあるとは思うんですけど、大きな喜び大きな幸せにはつながっていくと思うので、こう過度に人脈を広げていってっていうよりは、もう身近な人で事足りることってたくさんあると思います。確かに、そこをまず見るっていうのは大事なのかな。なるほど、はい、もう足元から見ていくみたいなね、そんな感覚ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回の動画でね、いろんな生活のヒントあったと思いますので、はい、共感した部分とか参考になった部分がありましたら、はい、ぜひ実践してほしいなと思います、はい、では動画のまとめとして、はい、最後視聴者さんにお伝えしたいメッセージなどはありますか。はい、まあ、今もお伝えしましたけども、はい、まあ、感謝することですね、うん、身近な人であったりだとか、うん、普段行っていること、うん、この住環境であったりだとか、うん、その立場っていうのに、うん、一つ一つ感謝すると、一つ一つから幸せっていうのは生まれると思いますので、はい、実践していただければな、はい、自分も実践していきたいと思ってます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ナッティさんのねやられている SNS、まあ、Twitter と YouTube、はい、YouTube ですね、はいはい、概要欄リンク貼ってありますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います、はい、ということで本日はナッティさんありがとうございました。ありがとうございました。